船田元は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党衆議院議員総会長、自民党消費者問題調査会会長、裁判官弾劾裁判所裁判長、元経済企画長長官。祖父は、衆議院議長や自由民主党副総裁、防衛庁長官を務めた元衆議院議員の、船田中。父は、栃木県知事や、 参議院議員を務めた、船田譲妻は、元 NHK アナウンサー、元参議院議員で、学校法人、作新学院理事長の恵栃木県宇都宮市生まれ。栃木県立宇都宮高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業。1976年大学卒業後、聖火の船田家が創立した。 作新学院の副委員長や総務部長を務める。1983年3月、慶応義塾、大学大学院社会学研究科教育学専攻、修士課程終了。1979年、祖父、船田中の地盤を引き継ぎ、第35回衆議院議員総選挙に、旧栃木区から出馬。渡辺道夫に次ぐ得票数2位で、初当選した。 当時25歳で、史上最年少での当選であった。旧船田派を経て木曜クラブに入会し、田中派分裂の際は、竹下昇が結成した、形成会に参加。自由民主党青年局長、総務政務次官、文部政務次官、自民党文教部会長、衆議院文教委員長、自民党外交部会長などを務め、竹下派の中では、 早くから将来を職望された。海部都市規政権の下では、自由民主党幹事長に就任した小沢一郎が、会長の小沢調査会で座長を務め、湾岸戦争における国際貢献策の議論を主導し、この頃から小沢一郎の側近を辞任。竹下派分裂の際は、羽田勤や小沢ら、金丸真の後継会長に、 羽田大須陣営に加わり、スポークスマン役を務める。1992年、宮沢改造内閣で、経済企画庁長官に任命され、戦後の日本史上最年少の39歳1ヶ月で、初入閣した。宮沢改造内閣成立の直後、羽田だつとむ、小沢一郎らが改革フォーラム21を結成。1993年6月、 宮沢内閣不信任決議案が国会に提出され、羽田派は賛成投票を決定する。そのため、宮沢改造内閣の閣僚だった、船田、中島守科学技術庁長,長官の二人は辞表を提出し、閣僚を辞任した上で、宮沢内閣不信任決議案に賛成票を投じた。結果、宮沢内閣不信任決議案は可決され、宮沢首相は、 衆議院を解散した。その後羽田派は自民党を集団離党し、新政党を決闘。船田も新政党公認で第40回衆議院議員総選挙に出馬し、当選した。新政党では国会対策委員長に相当する政務幹事に就任し、新政党代表幹事の小沢一郎を補佐する。1994年、新政党会頭により、 新新党決闘に参加するが、第2回の新新党党首選挙では、羽田勤と陣営に参加する。しかし、党首選挙で羽田は小沢に敗れた。その後、新党先駆けの鳩山由紀夫船田の二人を中心に、新党構想が練られ、党派を超えて改革派を結集する動きを模索するが、リベラル志向の鳩山に対して、船田は、新保守主義を主張したこと、 1996年夏に参議院議員だった旗恵との不倫が大々的にスクープされて政界失落園と騒がれたことで結局鳩船新党の構想はどんざした。さらにマスコミの取材で不倫を否定したことで世論の反感も勝った。鳩船新党が流れた後、鳩山は新党先駆けの大半や社会民主党の下半、新新党を離党した。 鳩山国よらを集め、旧民主党を結成した。1996年9月、船田は新進党を離党し、第41回衆議院議員総選挙には、無所属で、栃木一区から出馬し当選。翌1997年1月、4年ぶりに自民党に復党した。復党後、自身は無派閥ながら山崎派の結成に奔走し、 同じ栃木県選出の国井正幸参議院議員の旧渡辺派からの取り込みにも成功する。2000年の第42回衆議院議員総選挙において民主党新人の水島博子に敗れ、1979年の初当選以来初めて落選する。山崎派を退会。2003年の第43回衆議院議員総選挙では栃木一区で当選し、 三年ぶりに国政に復帰した。当選後、竹下派の流れを組む橋本派に入会。2005年の第44回衆議院議員総選挙で再選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では公明党、栃木県建設業協会の政治団体、県建設業協会政治連盟の推薦も受け、自民党公認で出馬するが、栃木一区で、 比例復活もならず落選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、栃木一区で当選し、3旅国政に復帰した。2014年の第47回衆議院議員総選挙で再選。2015年、衆議院憲法審査会で自民党推薦の参考人、長谷部康尾和世田大教授が、 政府提出の平和安全法制を意見と批判する異例の事態が起きた。与党側責任者の審査会幹事で自民党憲法改正推進本部長の船田は人選ミスだったと釈明するも、三党明子、三党派会長は誰も責任を取らず、ただ曖昧にお茶を濁すという問題ではない。今後の国会運営の影響を危惧すると指摘。 その後実際に憲法審議が停滞すると党内から批判が高まり、同年10月には同役職を実質的に更迭されることとなった。2017年の第48回衆議院議員総選挙で12選。2018年9月14日、宇都宮市内の公園で20日に行われる自民党総裁選挙で石場茂に投票しないことを断言し、 当日は白票を投じた。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で13回目の、当選。サ人竹下派から、次期会長に押す声があったが、モテギと清ミが会長となりこの話は、立ち消えとなった。11月25日、新たに発足した、モテギ派の役員人事において顧問に就任した。かつては、 自民党青年局長を務め、親大派であり、新保守主義を標榜し、顔ぶれがリベラルに偏る鳩山新党への参加を拒否した。しかし、小泉内閣以降の自民党については、右傾化していると批判的で、安倍晋三が掲げる、戦後レジームからの脱却にも、否定的な見解を示している。 自民党が野党時代に作成した憲法改正草案における9条への国防軍の名義について、国防軍という名前は行き過ぎな感じがする。私は自衛隊のままでもいいと思っていると述べた。また、この草案について、このまま憲法改正の原案になることは全くない。妥協せざるを得ず、草案はほとんどズタズタになると思って結構だとも語った。 また、改正草案は自民党が野党の時に作ったもので、党内でも右寄りという印象。言い過ぎてしまった部分が何箇所かある。その一つが家族の規定、とも述べている。国会議員としては天文学がより発展することを願い、国立天文台がハワイ島の火山の頂上に建設した世界最大級の望遠鏡。 スバルの建設を推進した。選択的夫婦別姓制度導入に賛同する。民法750条は、形式的には男女平等だが、ほとんどの場合は夫のせいになる。これは間接的差別。そういう、やはり男女の差、あるいは差別に近い形がこういう社会通念の中に、まだまだ入っているということがあり、 そういうものを積極的に是正をしていくための法律、立法措置が必要と述べた。なお、2014年の朝日新聞の調査では、どちらとも言えない、2017年の朝日新聞の調査では、どちらかといえば、賛成としている。受動喫煙防止を目的に飲食店などの建物内を原則禁煙とする法改正について、 タバコ文化の保存や、愛煙化の切なる気持ちはわからないではないとしながらも、世界標準にきちんと合わせなければならないと述べている。また、2018年に自民党内でまとまった健康増進法改正案が、当初案より大幅に規制緩和にされたことについては、このような措置が不十分との声もあるが、まずは、第一歩としてスタートさせ、その着実な実施を目指すべき。 その後も受動喫煙防止の取り組みを継続して実現すべきと述べている。ありがとうございます。